もう回す人しないですよね。なんでだよ。まあ、普通に考えりゃそうなんだよね。回してる人全然面白くないでしょ、だっていつも。え、何が？いつも回してる人。そのせいであのロングセールのおみくじ滑ってんだから。マジで滑ってないからね。いや見たあれ。大吉ですから入ってると思わなかったから。あの動画の始まり知ってます？知ってますよね、そりゃ。なんて被ってなかったしかも。虎のね、今年はだから。あれもう正月企画。ちまちゃんの正月滑り企画。だからすげえ滑ってないって言ってんじゃん、あれ。笑ってはいけないやつでも大吉ですからね、結局。そうだね、大吉、うん、危なかった。ケイタ君、いろいろやってもらうんでよろしくお願いします。ケイタでも面白いんで。マジ、はい、持ち味どこ、持ち味どこ。持ち味、まだ俺も会って1週間も経ってないんで、なかなか難しい。なんかでも同期だからって言ってもめちゃめちゃ仲良さそうだよ。嬉しい、同い年してくれて俺はすごい嬉しい。ケイタなんかあんまこんな感じ、うん、そうだね、ケイタ君あんまり嬉しくなさそうだね。いや嬉しいっすよ、積んでるらしいっす。あ、積んでるんだ。でもやっぱ俺からしたら長井先輩の直属の後輩なんで、そうなんですよ、あんまり無限にできないです。怖いっすよ、副代やっぱり出てきますよ、バック、バックっつって。ヤス君もいるんで、ヤス君、ケンセ君いるんで。ヤス君いるんで、俺むしろ。今、福岡があの勢力伸ばしてきてるらしいんで。マジ厄介、マジ厄介。明治をこう食いに行ってるらしいんで。早稲田をこう。早稲田も俺と西堂いるんで、なんと、大人な対応で。大人な対応で行こうと思ってます。